今日は今回ですね、これですね。今日発売のインスタ360のフロープロという新しいスマートフォン用のジンバルを紹介したいと思います。で、早速なんですけど、まず目玉機能をね、お見せしたいと思います。今、ジンバルを立ち上げました。で、カメラを立ち上げます。で、インカメラに切り替えます。ちょっとですね、まあ私が映ってるんですけど、これ iPhone の標準のカメラアプリです。これを今使ってるんですけど、わかりますか？ジンバルが動いてるのがわかるでしょうか？私がこういう感じで移動すると、ちゃんとね、追跡してくれてるんですね。今まではジンバルメーカーが出しているスマホ用のアプリを使えば、こういった追跡機能は使えたんですけど、iPhone の標準カメラアプリでこれができるようになってるというのが今回の目玉になります。ということで今回インスタ360フロープロ詳しく紹介したいと思います。今日のメニューなんですが、まず最初にジンバル本体、付属品、そしてスペックなどについても詳しく見てみたいと思います。で、2番目に今回の目玉である Apple ドックキットについて、 Apple ドックキットに対応することによってどんなことができるようになるのかという点を見てみます。で、3番目にそれ以外の新しい点いくつか紹介します。で、最後にまとめとインスタ360からのお得情報をお知らせします。ぜひ最後までご覧ください。で、まずいつものように外観とかスペックを見ていこうと思うんですが、まず付属品はマニュアル、それ充電ケーブル、スマホ用のホルダー、そして本体ですね。あとはグリップ用のカバー、ちょっと太くなります。それからポーチになります。中身も以前と全く一緒です。で、今回色はストーングレーという色一色になっています。本体もまあ以前と外観というかほとんど一緒なんですけど、ちょっとここだけ変わっています。この NFC という書かれているんですけど、で、立ち上げも広げるだけです。ここを引っ張り出すと三脚になります。別体式ではなくて一体式になっています。まあ、こんな感じで長いグリップとしても使えます。で、さらにこのネックの部分がこういう感じで取り出せるように、伸ばせるようになっています。で、ここがこういう感じで曲がります。まあ、通常使う時もこんな感じでちょっとだけ出して角度をつけると使いやすくなったりもします。この辺の仕組みなんかも以前のものと全く同じです。まあ、筐体的には本当ここを除けば以前のものと全く同じ金型を使ってるんだと思います。で、少しスペックも比較しておこうと思うんですが、フローと比べると 3g ほど軽くなっています。まあ誤差の範囲かなと思いますけど、ちょっとだけ軽いです。で、バッテリー持続時間が12時間だったものが10時間と少しだけ短くなっています。で、この USB-C 端子からスマホにつないで充電しながら使うこともできるようになっています。まあ、ジンバルといえば DJI の Osmo Mobile 6 が今人気かと思うんですが、まあちらはこういう充電とかはできないみたいですね。で、バッテリーの持続時間は Osmo Mobile 6 は 6.5 時間となっているようです。今回の改良点の目玉の一つはここですね。このパン軸が、回転方向の軸がですね、無限に回ります。いくらでも回ります。で、それが Osmo Mobile 6 はだいたいほぼ1回転で止まります。で、今回のこの新型フロープロの、まあ、最大の目玉機能っていうのは Apple ドックキットに対応しているという点なんですね。Apple ドックキットって何かというと、Apple が開発した最新のトラッキング技術になります。そのドックキットという規格に対応したモータースタンドとか、あとこういったジンバルとペアリングすることによって、iPhone にもともと搭載されているアプリとか、他社のサードパーティーのアプリなどを使用しつつ、そこに映っているものを追跡することができる、フレームの中央とか、まあ指定された位置に保つことができる機能がその機能になります。で、どういうふうに使うかっていうのをちょっとお見せしたいと思います。一番最初だけこういう感じで NFC のところに iPhone を近づけてやる必要があります。そうするとですね、こういう感じでトラッキングドックというのが出てきます。しばらく待つとこういう感じでインスタ360フロープロという表示が出てきます。これで接続します。初回だけこの作業をする必要があります。今もう完了しましたので完了します。そうするとですね、まあ最初お伝えしたここの部分だけが変わった、以前のモデルと変わったっていうところなんですけど、こういう感じで緑のリングライトが光るようになります。この状態でカメラを立ち上げます。で、インカメラが今私の方を向いているんですが、ちょっと
お見せするのが難しいんですが、これで今ね、ここが点滅を始めたのが分かると思います。ゆっくりとこう明滅を繰り返してるんですが、この状態でこれ今私をもうトラッキングしているということが分かるようになっています。やめたければこのトリガーボタンを1回タップするとランプが消えてトラッキング今してないっていうことが分かるようになっています。で、2回目以降はもっと簡単で、もうスマホをまずジンバルに取り付けます。で、展開すると電源が入ります。で、この状態でもうね、ここが点滅してるの分かると思うんですけど、カメラアプリを立ち上げると、まあ、こんな感じでもうトラッキングが始まっています。むちゃむちゃ簡単です。で、これでも簡単なんですけど、さらにですね、今回オプションでマグセーフを利用したこういうスマホホルダーも発売されます。これもね、ちょっと使ってみたいと思います。これはですね、ここのマグセーフのところに貼り付けるだけです。こんな感じです。で、同じように取り付けて電源を入れれば、もう瞬間的に接続されてトラッキングをしています。まあ、ジンバル使う上で結構めんどくさいと思うポイントが多分2つあると思うんですけど、1つはやっぱりこのホルダーですよね。この結構固めのマグネットじゃない、バネ式のホルダーに挟み込まないといけないっていうこと。位置決めとかもね、ちょっとだけこう気を使いますよね。で、さらにこんな感じでスマホをジンバルに乗せてからでもアプリケーションを開いてその中で接続するっていう作業が必要になってきました。でも今回の、まあ、このもちろん一つはオプションではあるんですけど、このインスタ360フロープロを使えば取り付けに関してはもうこのマグセーフのアダプターを使えば一発です。で、アプリケーション内での接続っていう作業も必要ないので、まあ、その面倒くさいと感じる2つのポイントが、まあ、かなり省略されるようになります。で、実際撮影するまでにどのぐらい時間差があるのかというのを従来のジンバルと比べてやってみたんですが、まあ、これ何度も何度も撮影しているうちにちょっと早くなってきてはいるんですが、フロープロの方は 12.7 秒、 OM6 はもうちょっと手こずってですね、 19.3 秒ぐらいですね。何回かやってるとだいたい15秒と30秒みたいな結果が多かったんですけど、何度もやってるうちに早業のようになってきてしまいました。ということで、まあ、ちょっと話が逸れてしまったんで元に戻しますけど、このフロープロを使うことによってまずスマホとジンバルの接続が非常に簡単になります。そしてアプリケーション上での接続は必要ないということ、そしてこの Apple ドックキットに対応していることによって、アップル純正のカメラアプリとかサードパーティーのカメラアプリとか通信アプリなど、自分がまあ慣れ親しんでいるアプリの中で追跡機能を使うことができる、この3つがポイントかなと思います。で、さらにこのインスタ360フロープロなんですが、アップルの連携カメラという機能にも対応しています。この連携カメラって何かというと、例えば私今 Mac mini を使ってるんですが、 Mac mini にはウェブカメラ的なものが当然ついてきません。それで何か別のものが必要になるんですけど、最近の iPhone であれば自分の持っている iPhone をウェブカメラとして Mac と連携して使うことができます。で、そこまではジンバルは関係ないんですが、すごいのがこのウェブカメラとして使うときも自分を認識させて追尾する機能がそのまま使えるということです。ちょっと実際にやってみたいと思うんですけど、まずジンバルを立ち上げます。で、この連携カメラ機能、 Apple の機能なんですけど、使うには横向きにする必要があります。で、カメラが固定されていてロック状態にあることというのが条件になっています。で、自分の方を向けます。で、 FaceTime というアプリケーション、これはApple 純正のビデオ通話のソフトなんですが、今ポポンという音とともにもう私が映ってるんですけど、 iPhone の背面カメラで捉えている映像が Mac を経由してウェブカメラとして使われて画面に映っているという状態になっています。これが Apple 連携カメラという機能です。画面を見ると Mac mini に接続されて今ウェブカメラになっているというのが分かります。で、この状態で反転させて自分の方を向けます。で、この状態でトリガーボタンを押します。そうするとまたこうジンバルが動き出したのが見えるでしょうか。ウェブカメラとして使ってるんですけど、このジンバル自体もそれと連携して私を追尾するようになっています。
さらにですね、まあ、ウェブ会議でよく使われている Zoom というアプリがあるんですが、その中でも、これまあ完全にサードパーティーのアプリなんですが、ビデオ、これ設定画面なんですけど、またポポンという音がしましたけど、今また私があそこに映っているのがわかると思います。こんな感じでサードパーティーのアプリの中でも同じようなことができます。インスタ360はリンクというウェブカメラを出していて、ジンバルがついていて、まあ、全く同じことができるんですけど、まあ、そういったものを買わなくても2万円ぐらいのジンバルがあれば、こんな感じでカメラ、動くカメラスタンドとしても使えるようになります。まあ、これが Apple ドックキットの機能の一つになります。で次にこのインスタ360のアプリの中で使うことのできる独自の機能、新しい機能についてなんですが、まずですね、ディープトラック 3.0 という、まあ、これ自動追跡の機能なんですが、これがより正確になっていて、建物とか何か物の陰に人物が入ったような場合でも再認識の精度が上がっています。で全方向トラッキングというのがあるんですが、これはまあ、 あるものをトラッキングしているときに、例えば車横からトラッキングして前に行ったときに形が変わっちゃうので、それで見失うっていうことがあったんですが、まあ、それも精度が上がって被写体を認識し続けることができるようになっているようです。さらに動物の追跡ということで、犬とか猫とか馬などの動物も簡単に追跡できるようになっているようです。インスタ360のカメラで撮影した映像っていうのは AI 編集でいろいろ面白いことができるんですが、スマホで撮った映像もこの AI ワープなどを使って非常に興味深い編集を行うことができるようになっています。もちろん自動編集もすることができます。最後に簡単にまとめなんですが、このインスタ360のフローってもともと基本性能が非常にいい、非常に高いジンバルだったので、私も去年はこれが今年のジンバルだっていうふうに推してたんですけど、まあ、今回この NFC でむちゃくちゃ簡単に接続できるようになったり、まあ、使い始めの時間とかもすごい短縮されてますので、ますます使いやすくなっています。でそれプラスこの Apple の新しいフレームワークであるドックキットに対応したということで、もう使い勝手がむちゃくちゃ広がってますので、もうちょっとね、今までのジンバルとは別次元のものになりつつあるなというふうに思います。でさらに今年 iOS18 が出ると、写真とかパノラマとか、あとシネマティックモードでもこのドックキットの機能が使えるようになるようです。ますます活用する幅がね、広がっていくと思います。ということで今回はインスタ360フロープロという新しいジンバルの紹介でした。でここからはお待ちかねのセール情報なんですが、まず今日紹介したこのフロープロに関しては、私の概要欄のこのリンクから購入していただいた場合に限るんですが、おまけでこういう3段階に光らせることのできるライトをお付けします。明るさと色温度を3段階に可変することができて、まあ、暗いところでの撮影にもかなり役立つかと思うんですが、このライトが特典としておまけでお付けできます。でさらに7月11日からインスタ360の公式サイトと Amazon でセールが開催されます。でその期間中にアクションカメラの Ace Pro がまず 22% オフで購入できます。で最近発売された360度カメラの X4 も公式サイトで私のリンクから購入していただいた場合に限って、クイックリーダーというですね、まあ、カードリーダー、これ結構高くて7000円弱するんですけど、これが特典としておまけでつくようになります。もともとクイックリーダーが付属しているセットの場合は価格で調整してくださるようです。で最近ビデオを出したインスタ360の GO3S というカメラなんですが、こちらは公式サイト内で概要欄のリンクから購入していただいた場合は特典がつきます。いずれにしてもインスタ360の製品かなりお得に買うチャンスになりますので、まあ、狙っていた方はぜひこの機会にいかがでしょうか。夏休みにもね、今なら間に合いますよね。いろんなシチュエーションで使うことのできる面白いカメラたくさん出てますので、ぜひ家族の思い出などをきれいに残してあげてください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。